ではアコードの内装を見ていきます。まずドアトリムからですね、ウィンドウスイッチパネル周りは、まあ、若干のシミあるかなっていうぐらいですかね。こんな感じのドアトリムになっています。ちょっとここ擦ってるような跡がちょっとありますね。まあこの辺は乗り降りの時についてしまうような感じのところですね。で純正のレカロシートです。まあ、特にシートの方の、破れとかは見受けられないですね。助手席側も同じくこんな感じで、まあ、そんなに気になるようなところはないです。で純正のモモステアリング、擦れはほぼないかな。ダッシュボード上にちょっと古いレーダー探知機ですね。これちょっとなんか電気来てるのかどうか微妙な感じです。で、ナビがですねこんな感じでモニターをダッシュボードにつけて、ここに伸びてきてるような感じですね。カロッツェリアの、ナビが装着されてます。ユニット本体はこちらですね。でこれは、CD デッキです。でドライブレコーダー市側から電源を取ってケンウッドのドラレコが装着されてます。あとよいしょ、こちらが ETC ですね。こんな感じになっております。はい、ではちょっとエンジンかけてみたいと思います。距離走ってますけどね、全然エンジンのかかりの方はスムーズですね。アクセルのレスポンスも、全然いいですね。で、ナビこんな感じですね。地デジがこんな感じで見れます。メニュー的にはこんな感じですね。はい。では、リアシートとトランクを見てみたいと思います。ドアトリム綺麗ですね。でリアシートはちょっと汚れあるかな、シミがありますね。こちら側は特に大丈夫かな、若干ほつれてるところがあるくらいです。で、トランク、まあ、ここちょっと汚れてるかなっていうぐらいですね。で、車載工具とスペアタイヤも積んであります。左リアのドアトリム、この辺はそんな気になるところはないですね。最後に助手席です。これも綺麗ですね。助手席が特に気になるような感じのところはないです。はい、以上内装でした。